上敷良愛子は、大阪生まれのバイオリン奏者。弦楽四重奏団のステラク・アルテッドのピアノ三重奏団のパローラトリオのメンバー。7歳からバイオリンを始め、第1回大阪国際音楽コンクール中学校の部第1位、第14回京都芸術祭にて、京都市長賞受賞、第55回全日本学生音楽コンクール、大阪大会中学校の部、第2位、 第56回全日本学生音楽コンクール東京大会高校の部第2位石川ミュージックアカデミーにてい賞を受賞しスカラシップを得て翌年米国アスペン音楽祭で川崎正夫のマスタークラスを受講第1回胸継ぐエンジェルバイオリンコンクール第3位受賞東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て 東京芸術大学音楽学部をアカンサス音楽賞三菱辞書賞を受賞し主席卒業東京芸術大学大学院修士家庭研究科をアカンサス音楽賞を受賞し卒業2011年夏よりマーストリヒト音楽院に留学バイオリンを本田智子田淵洋子杉山組浦川高也、玉井夏美ボリスベルキンに室内楽を岡山清 山崎信子、松原克也に指示。第1回、胸継ぐエンジェルバイオリンコンクール入賞者2009年の音楽部門で、三菱寺所賞の受賞者によるリサイタル。ありがとうございます。